はいどうもこんにちは、ゆうちゃんパパでございます。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、10月の22日金曜日なんですけれども、10月の22日といえばですね、あの元メジャーリーガーのねイチローの誕生日ということでございましてですね、素晴らしくね活躍された方なんですけれどもね、まあ今はね大谷くんがねめちゃ活躍してますけれどもね、昔はねイチローがねめちゃくちゃ活躍してたんですけれども、まあ私ねあまり野球そこまで詳しくないんですけれども、まあ親がね結構野球好きでね、まあ阪神ファンなんですけれども、まあ関西なもんですからオリックスもね好きで、一回ねオリックスにイチローがいる時にね球場行かしてもらった時にね、イチローのなんかコールがねイチロースーツーキーみたいな感じだったんですよね。なんでねちょっとそれをね、そんな感じでちょっとゆうちゃんパパもなんか語呂があったらないいなと思いましたね。ゆうちゃんパパパー言うて、いやパー1個多いやんか、パクってるし、ほんでなんかパー1個多いしパクってるし、あかんやな、あかんやちょっとやりたかっただけなんですけどね。なんかそういう感じでね紹介文とかがなんかあったらいいなとか思いながらね、まあ今日はねちょっとイチローさんの誕生日ということでございますけれどもですね、で本日ですね、もう結構ね目白押しのイベントが結構来てまして、まあ何から行きましょうかっていう感じなんですけれども、このね福袋が来てますね、福袋が。でここのね内容を見てますと、もうアンヘルまであるんですよね。アンヘルって言ったらもうイグニスの前で、もう7月ですからね、もう3ヶ月前かね、2ヶ月3ヶ月前のキャラがもう売ってるというのと、まあエリザベートが売ってて、でまあルオン、ベニマル、バース、サイキという感じでございまして、いやーこれね持ってらっしゃらない方からしたらね非常にいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。これまあ私ちょっとね持ってるんでね、これを買うってことはないんですけど、まあバースだけ持ってないんですけど、まあ福袋でね先制地要因でね取ってもあれかなと思うんでね、また別のところで取っていこうかなと思ってますけれども、いやーこれ非常にいいですよね。で副産物もねこのねハロウィンキャンディーの方がね50個入ってるんで、50個って言ったらねもう赤木の1個取れるんでね、これね14000やったかなね、14777で、まあキャラも取れるし赤木のも取れるし、まあ万能もあってね、こんな副産物も結構あってっていう感じなんで、今からね育てられる方はね非常にいいんじゃないかなと思いますね。これは非常に素晴らしいですね。いやーちょっといいなーっていうね、まあ私ちょっとねもうオークション取ったんでね取らないですけれども、でこっちの方がねその今のキャラの武器が売ってるっていう感じなんで、でこれね毎日2セットなんで、まあ一気にね啓蒙まで開けれるっていう感じなんでね、まあ2個取りもできますし、まあもちろんね14000と11000かかるんで、1からやるとねかかってくるんですけれどもですね、まあ、まあ普通にねオークションから武器ガチャやってっていうことを考えると非常にお得ではあるんで、非常にいいんじゃないかなという感じではございますけれどもね。まあエリザベートアンヘル両方とも強いんでね、まあちょっとね今最近は下位にちょっとやられてしまったりとかしてますけれどもね、まあそれでも十分強いんで、いいかなというところではあるんですけれども、まあただこっちだけなんかねこのハロウィンキャンディーが20個なんで、これなんかもうちょっとくれよとか思いましたけどねまあまあ私はちょっとね持ってるんでこれはねもう取らないんですけれどもね。でショーの方がもうこのねハロウィンキャンディーが30個というのと、まあ、副産物がちょろっとあるんですけども、まあメインがこれね、30個取れるという感じでございまして、3077なんですけれども、でですねこれをねある時ってだいたい消費ボーナス来るんですけどね、まあもちろん消費ボーナス来てるんですけど、このね消費ボーナスがこれね毎日リセットでこの6000ダイヤね、6000ダイヤ使うと3000円バックなんですよ。あ、3000ちゃうわ、3000ダイヤね、3000ダイヤバックするんで、なので実質6000使っても3000の消費でいけるっていう感じなんですよね。これめっちゃお得ですよねこれね。先月もねちょっとお得なやつもありましたけれども、今回が結構一番お得なんじゃないかなとかは思ったりはするんですけれどもね。ただねちょっと思ったのがね、私これ見てたんですけど3000のところにねあの鍵入ってないんですよ、鍵が鍵結構お得なんですけどね、鍵だけ入ってないんでね、これだけふーんとか思いましたけれども、まあそれを抜きにしてもめちゃくちゃお得なんで、なんで6000使わなあかんなっていうところなんですけれども、まずねこの3777ねこれね買っていって3000使っていこうと思いますけれどもね、まあじゃあ早速これだけ買いましょうかね。
これだけ買っていきましょう。AE3077 ね。これを買って、で、この辺ね。ああ、そうかそうか。これで一括受け取りできてるのか。これで一括受け取りできるようになってると。昨日のね、アップデートね。うん、これを受け取りの、で、まあ、あと1500なんですけど、まあまあ、それはね、なんか別でちょっとやろうかなと思うんですけど、で、それと、まあ、このラッキーボックスがね、収集イベントがね、来てるんですけれども、これの中にですね、この LR 破片の方ですね、ここにね、デュオロンと2代目のね、ミヤちゃんが入ってるんですよね、これ。いやー、前格闘家セット売ってきてたのに、なんやねん、それ、みたいな感じですけれども、まあ、ここでちょっと破片も取れるし、で、そこの武器も取れるんですよね。なので、デュオロンね、ST で参戦しても強いですからね、まあ、SMAX までね、育てられるっていうのもね、非常にありなんじゃないかな、というふうにはちょっと思っておりましてですね。まあ、私はね、ちょっとね、今から育てるっていうのはちょっとないかなと思ってるんで、私はね、ガッと育てるわけじゃなくて、私はまあ、この辺のね、赤機能とか、このバッチ攻略本とかね、あとはこの結晶ですね、これに変えていこうかなと思ってはいますけれどもね、まあ余ったらちょっともしかしたら考えるかもわかりませんけれども、まあこれが来てるんで、これはこれでね、この収支イベントもお得やなっていう感じではありますよね。で、まあまあ購入ボーナスもあってっていう感じなんですけど、で、ここの購入ボーナスあるんですけど、で、もう一つね、このオプション機関車っていうのが来てまして、これなんやねんこれと思ってたら、450ダイヤ買うか、1185買うか、1900買うか、3100か、4095かっていう感じで、カスタムってなってるのが、まあ、最後の1個は選べますよっていう感じなんですよ。例えば450やったら、これ押したら、これの中でね、なんか選べるっていう感じなんですけど、まあまあ、これが一番お得やなっていう感じなんですけどね。で、まあまあ、いらんかったらマイナスしてみたいな感じなんですけど、さっきのね、こっちのラッキーボックスの、この購入ボーナスと被ってんちゃうんかなって最初思ったんですけど、どうやらちゃうみたいで、これはね、ダイヤを購入するっていう感じなんですよ。ダイヤを購入すればこれがもらえるっていうやつなんですけど、これはですね、例えばちょっと私1900のやつ買おうと思ってるんで、これね、これ1800にしたら結構倍もらえるんでお得なんで、これ買うんですけど、これね、4900円を消費して買うっていう感じなんで、この4900円を買うっていう話なんで、ダイヤを買うっていう感じではないので、ここのオプション機関車と、このラッキーボックスのこの購入ボーナスっていうのは連動しないみたいなんですよ。なんやねんそれみたいな感じなんですけど、ただ勝ったら、まあまあ、勝ったらどうなんかな、お守りとかはこっちで反映されるのかな、ちょっとそれがわからないんですけども、ちょっと試しにこれ買っていきましょうか。これね、1800の方買って4900円ね。いけーい、勝ったれい。はい、こんな感じで、この機関車のやつ1個ね、買ったらこんな感じでもらえるんですけど、まあ売り切れっていう感じになるという感じなんですけど、これやったらやっぱりここにね、反映されないんですよね。ダイヤを買ったっていうわけじゃないみたいなんで。で、逆にお守りの方はどうや？最近ね、課金してなかったんですけど、昨日おとついとね。してなかったんですけれども、あ、4日間のしてなかったね。機関車の方ではお守りは反映されないですね。やっぱりお守りもダイヤを買ってっていう感じなんで、あかんみたいですね。なるほどね。ほんならちょっとこのオプション機関車めちゃくちゃ得っていうわけじゃないかもしれんですね。これ連動してたらね、結構もうちょっと売れたんちゃうかなと思いますけどね、運営さん。ミスリーよってね、ミスリーチ、ビズリーチみたいな言うなよって感じなんですけど。なるほど。オプション機関車の方では、お守りも、こっちのダイヤ購入の方にも反映されへんという感じみたいですね。なんや、しょうもなとか思って。そうですか。まあそしたら、まあまあこのね、購入ボーナスも買っていくんで、1325買うんで、ほんなら買っていきましょう。1325買うんで、もうめんどくさい、この18買おう。それがいい、18を買ってけいい。はい、こんな感じで18の分を買うと、これがねゲットできるんで、いけいけいい、ゲットよしよしよし、こんな感じでゲットしていったらよしっていう感じでございますね。で、これでやると、まあ、これのダイヤ購入にも反映されるし、で、こっちのね、お守りの方も反映されるという感じでございますね。まあ、これいつも通りっていう感じでございますけれどもね。なるほど。まあ、ちょっとオプション機関車っていうのは、まあ、あれですね、反映されへんっていうか、まあ、なんか、お金を買うっていう感じなんでね、このカスタムでなんで、ダイヤを買うっていう感じじゃないみたいなんでね、ちょっとややこしいんですけどね。
なんでまあこれはちょっとね、絶対欲しいっていう時以外はあんまりそこまでめちゃくちゃお得じゃないかなと僕は思いますけどね。まあ1個買いましたけど、うん、まあまた買うかもしれませんけどね。うん、まあ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 検証的にはそんな感じでございますね。うん、ほんならさっき買ったこれちゃわ、これは何や、あ、これも、あ、まあまあこれも変えていって、ハロウィン、どれや、ハロウィン、これか、ハロウィンを変えてけい。うん、よしよしよし、これで、おお、50個集まった。いいねいいね、50個集まったから、またね、赤機能も変えれるんでね。うん、それはそれでまたね、いっぺんにあげようかなと思ってるんで、今日は変えないんですけどね。うん。まあ、今日分かったのはね、ちょっとオプション機関車の方は、ダイヤ購入には反映されへんというのと、まあ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 、まあ、福袋着てるんでね、持ってらっしゃらない方からしたらね、非常にお得かなという感じなんですけれども、ちょっとこれだけね、これ少ないんでね、うん、どうなんかなとかいうところではありますけれども、まあまあお得ではあるんでね、うん、非常にいいかなと思うんですけれどもね。まあ一つの注意点としては、まあまあエリザベートとねアンヘル、まあ安売りしてきてるような感じなんで、もしかしたらね、このキャラより強いキャラがね、ボン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 とね、今月末来月とわけのわからんキャラがね来るという布石の可能性もありますけれどもね。ただまあわかりませんけどね。まあ年末が多分強いんで、10、11はどうなんかなとか思ったりはするんですが、うん、まあまあその辺もね、見越してね、ちょっとね、まあちょっと賭けなところもあるかなと思いますけれども、まあまあ、ベティとね、アンヘルね、まあまあ、弱くはないんでね、うん。全然取っていただいてもね、いいんじゃないかなというところでございますね。はーい。はい、今回はね、ちょっと検証動画とね、イベントの内容の動画でございました。はい、今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。